えー、こんにちはクカです、今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ジャムセッションの時に最初にじゃあメンバーと何を打ち合わせすればいいかっていうお話を、えー、してくださいというお話だったので、ちょっとまとめてみました。ジャムセッションですよね。はい。えー、まず、まあ、ポイントとなるのはイントロとエンディングだと思うんですね。えー、で、また逆順、このエンディングについてもちょっと逆順というお話をしたいと思うんですけど、あとはですね、セカンドリフっていうのがあるんですね。 セカンドリフはある曲とない曲があるので、それも曲ごとに覚えとくしか仕方がないんですけど、まあそういったところと、まあ、まあ事故るために行くんだという、これがですね、えー、この間、まあちょっと制作いろいろ手伝ってくれることを話してたら、まあ事故るために行くんですよね、みたいな、っていう形の、えー、気持ちの持ち方っていうところで勉強していきたいと思います。それでは始めていきましょう。はい、イントロですね。イントロはですね、もうピアノ、またはギターに、じゃあ、 なんか入ってもらいますと8ぐらいか4ぐらいかでっていうことですね。で、これも最初のうちは4で入ってくださいとか8で入ってくださいって決めないきゃ多分入れないかもしれないですね。数えてないと入れないかもしれないですけど、よくあるイントロを覚えておくしかないんですね。最初入れなかった。でも、あのフィリー・ジョージョーンズとかもわざと入らずに、えー、2小節目ぐらいから入ってることもあるので、そんなにまあ気にすることはないんで、えーまあ、そのセッションなので、あのこうスタジオ、 録音とかじゃないんで、こういったところはもう慣れていくんで、そういうのを覚えていくしかないですね。で基本的にはやっぱりセッションをするとき、録音しておいた方がいいですね。録音しておいて、後で客観的に聞いて、あ、このイントロ覚えておこうとかね。まあ、あのー、やった方にも覚えてないんで、このイントロって誰のバージョンが有名ですかとか聞いてもいいと思うんです。聞かせてあげないとわかんないと思いますね。で、全員で行く場合は、全員で一緒に入る場合はですね、ケツ8っていう最後の8小節が定番ですね。 なので、どうしよう、イントロってなったときに、まあ、みんなで入るんだったら、さあ、最後の8小節ねって言われたら、最後の8小節。要は、8小節叩けばいいってことですね。あとは、ペダルか循環。え、ペダルの、え、定番のパターン。じゃあ、えっと、この曲、ペダルでイントロでっていうと、そのキーのペダルで始まるってことが多いんですが、まあ、トニックペダルか、え、ドミナントペダルかは、まあ、ベースとピアノが決めると思うんですけど、で、まあ、循環。えー、循環っていうのは、循環コードで演奏していくってことですね。まあ、これはよくある打ち合わせですね。 なので、イントロで全員で出るんじゃなければ、鉄8で、じゃあ、イントロやりましょうか、みたいなお話をしますね。あと、定番のキメがある曲が、テンバラのキメのイントロがある曲があるので、それはもう、あの、黒本とか書いてあったりするやつもあるんで、まあ、そういうの定番で覚えていくしかないですね。で、今だからその制作をしているのが、まあ、黒本の全イントロの、まあ、よくあるパターン、全イントロの、まあ、エンディングのよくあるパターン、で、全こう、 えー、定番のイントロとかね、この曲はこの定番、この曲はこの定番、みたいなのをちょっとリストにして、まあ、教材を作ろうかなと思ってますね。で、これを持ってると、まあまあ困らない。これはピアノもベースもギターもドラムもみんな知っておくべきみたいなのをちょっとまとめてるんですけど、結構膨大な量になりそうなので、えー、やっていきたいと思いますが、まあちょっと楽しみにしておいてください。はい、エンディングですね。歌物の最後の段がね、 2-5-1でこれちょっと後で話しするんですけど逆順に行く場合が多い逆順の話もします最後後もなんかよく定番のメロディーが3回繰り返されなる時は3回繰り返してブレイクするんですがそのブレイクした後のフレーズは定番がいくつかあるこれちょっとあの今週の末の方にやろうと思ってますドラムのねパターンでねでリフものはメロディーの区切りのいいところで終わるということですねなのでえっとオレオとかだと タバラバダブルダタタラタタラータッタラブルダタタブルダタタラブルダチャ終わリフモノはもうメロディー知ってないと思うんですね。知らなかったらリフモノっていうのは8分音符がバーって羅列してられるやつだから最後の音のタイミングで終わるっていう感じですね。曲によっては定番のエンディングがあったりする。これも書いたやつの方が結構多いですね。はい。逆順っていうのはですね、2-5-1って言ってですね、 ードレミファソンシ性格、ド、ソ、レなんですけど、レド、シラソ、ソ、ファミレ、ド。で、5つずつ下に下がる。レド、シラソ、ソ、ファミレ、ド。ね。そうすると、ラーを作ると、ラソ、ファミレ、レド、シラソ、ソ、ファミレ、ドと。そうすると、えっ、ー、とね、逆順っていうと、逆にこの C、G、D マイナーでいくって考えてる人たまにいるみたいですけど、そうじゃなくてですね、えっ、ー、と、普通だったら、 C, A, D, G っていう循環があるんですけど、これをここをちょうどひっくり返してやるから逆順っていうんですか。C で終わったところに A をつけると、ずっと繰り返し。これちょうど話してたんですけど、どうやってこの逆順を終わらせるのってなると、トニックのメロディがこうドに行ってしまえばえ終わるんですけど、歌とか管楽器の人がそうを歌ったらまだ続く感じがするので、ドに行かずにそうを歌って続けるみたいなね。 まあみたいなことをやって、で、なんか、トニックに行くなって感じがしたら、ここでブレイクします。ブレイクした後は定番の決めがいくつかあるということですね。これはまた、えー、今週末にやりますね。 はい。セカンドリフですね。曲によってはセカンドリフがあるものがある。例えば、エートレンス。タタタタタタタシャバララバラ、ちょっと音痴でごめんなさい。そこをドラムソロで埋めていくみたいなね。これ知らないとドラムが、へって感じになってこ、ここ空白になっちゃうんですね。あと、黒本に乗ってないけどやったりするやつは、リコーダーミーとかね。あの、イントロベエーが乗ってるんですよ。ダんたタッたッたタたタンンは乗ってるんですけど。えっ、ー、と、チャッチャッ、チャッチャッ。 じゃあ、じゃっつ、じゃあ、で、間をドラムが埋めていくやつっていうのがあるんですけど、タラララー、タラララララ、らラララっていう、タラララララ、チャッチャの間を埋めていく感じですね。あと、二数にも、タラ、タラタッらララララ、らラタッラこれも載ってないんですけど、これあの、はってドラム見られてドラムが8小節みたいなね。この間をドラムが埋めるみたいなね。知らないとどうしようもないみたいなセカンドリフがあるので、まあ、これはもう覚えるしかないですね。 まあ、とはいえですね、これ、事故るために行くんだよって言ってたのがいい言葉だなと思ってね。あの、事故って気づくんですよ。あの、あ、こう、事故ったなっていうことをね。後で録音聞けばわかる。事故って覚えるんですよ。恥ずかしい思いするから覚えるんですね。でそこ、冷たいなと思う感じっていうのは、まあ、冷たい、まあ、無視されたりっていうのも、 まああるかもしれないですけど、自分が無視されるなと思ってたら、周りの態度が全部そう見えてるっていうとこもやっぱあるかなってちょっと思ったりしますね。僕はあの、メルマガにもちょっと書いたんですけど、嫌な思い出もいっぱいあるんですけど、いい思い出もいっぱいあるんですね。はやっぱいい思い出ってちょっと薄れていくけど、嫌な思い出ってずっと心に残っちゃうんで、なんか嫌なことが勝っちゃうみたいなところがあるんじゃないかなって思うんですけど、事故って当たり前だと思いましょう。ね。で、自った対応を覚える。 ま、保険会社だと思ってください。事故った場数を踏んで覚えていくんだというふうに思っていただければ、全然いいんじゃないかなというふうに思います。事故っても音楽、誰も死にません。ここですね。誰も死んでないんで、えっ、ー、と、本当にね、あのー、医療関係とかのね、あの知り合いとかもいらっしゃいますけど、本当にね、亡くなっちゃったりしますからね。そういう、あのー、そういうのはないですから。 どんなにうるさい音出しても、どんなにドラマがガシャーンってなったっても、誰も知らな,ないですし、えっ、ー、と、誰も怪我もしないんで、そこら辺は全然大丈夫ですね。なので、えー、そんなに落ち込む必要はないですから、えー、楽しみながら事故りましょう。っていうね、事故するために、要は、本場でお金取ってる時に事故るよりは、こっちでお金払ってるんだから事故らしもって、も、まあ、いいじゃんみたいな。どんだけ事故ってなんぼうみたいなこと言ってて、あ、いい言葉だな、というふうに思っているので、 えー、そういうセッションに行くときの心構えっていうのは、まあ、今みたいに準備しといて、それでも事故ったら、事故ったときの対応を覚えましょうねってことね。あ、こういうふうに来たら、あ、こうやって事故るんだなとかあ、でも事故ってるけど、事故ってないふりをするっていうのもすごい大事ですね。プロの人ってそこがめちゃくちゃうまいんで、僕なんかもこう、ごまかすのめちゃくちゃうまいですからね。うまくなればなるほどごまかすの上手くなったっていうところがあると思いますんでね。そういったところを、えー、楽しみながらやっていただければと思います。というわけで、あんまあ気にせずにね、楽しみながらやってくださいね。 え本日は以上になります今日もご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きます ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは、今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。